と一緒ジーザス聞きすることさえもなー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 。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。1,2 の3、はい、新親分はイエス様。ハレルヤ。リオです。リュウちゃんです。ユヒボーです。はい、以上の3名でお送りします。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。1時間楽しくおしゃべりをしていきます。はい、まあ、楽しくなるかどうかは分かんないけどね。はい、ユヒボー元気ね。元気よ。本当に元気？うん、少し元気。少し元気。少し元気の意味は？僕は反省してる。反省、何か反省するのがあったね。そういえば 2,3 週間前に、ああ突然いなくなったりして、うん、15年ぶりに刑務所に戻ったかと思ったよ。いや、刑務所は行かない。心配したよ。ね、うん、でも俺はそこ帰ってくるから。みんなで心配したんだよ。うん、はい、名護に逃亡したヨシボーが帰ってきました。はい、何時間逃亡したっけ？一日は逃亡した。うん、ね、あれいつ帰ってきたっけ？一日はいなかったっけ？うん、いない。火曜日に帰ってきたんだ。ね、だからあれじゃない、2日ぐらいじゃない？2日も消えたっけ？じゃなかった？2日じゃなかった？1日だっけ？土曜日の3時頃出たから。ああ、じゃあ、実質2日半ぐらいか。そうだね。楽しかった？うん、名古屋に行ってマネーネはいたから。そうだよな。いや、心配したよ。15年ぶりに刑務所に戻ったからと思って。ちょっとね、やり損ねたから。やり損ねたからな。はい、今日もね、面白おかしくゆんたくしていきます。はい、何しろ有名な大泥棒の物語ではあるからね。ということで、まず聖書を読みますか。ということでね、はい、詩編というのがあります。聖書に106編、はいはい、うん、詩編の106編、うん、12節から詩編15節、106編の12から15。うん、OK、 12から15、はい、はい、読みます。はい、すると彼らは御言葉を信じ主への賛美を歌った。しかし彼らはすぐに御業を忘れ主の里しを待ち望まなかった。彼らは荒野で激しい欲望に駆られ荒れ地で神を試みた。そこで主は彼らにその欲するものを与え彼らの命を衰えさせた。アメン。アメン。よしも今この聖書の箇所を読んだけど打ち当たりしない？やる。やるよね。そうだと思うよ。調子いい時はね、すごく神様を褒めて与えるんだけど、うん、教会まで自転車で来たりさ、うん、礼拝守ったりするんだけどね。しかしって13節ある。しかし彼らはすぐに御業を忘れ主の里しを待ち望まなかった。なあ、クリスチャンの教えを守らなかったって意味。そう、すぐ忘れるよね。刑務所に行くじゃん、うん、刑務所って楽しいところじゃないんでしょ？楽しいところではない。苦しいところよね。だって名前で呼ばないんでしょ？番号で呼ぶんでしょ？今は違うみたいよ。いや、あなたがいる時はどうだった？番号でしょ、うん、名前で呼ばないというんだもんね、うん、何番って何号とか言うの。そうだな、ね、でも上原義勝って言われたことないんでしょ？いや、上原って呼ばれたことはある。あ、上原ってのはあるんだ。ある、うん、でもほとんど番号ってよね。番号は もう大丈夫？ボケ入ってない？いや、ボケ入ってないけど、この間出てきたばっかりじゃん。15年。15年前か。だったか、うん、そう言ってたよ、ケンちゃんとかさ、うん、でトイレ行きたい時も何番何番トイレ行きます。あ、これは言うよ、トイレに行く時は、うんうん、頼む時もそうじゃない？ね、刑務官に何かお願いする時もそうじゃない、うん、番号言うんでしょ、うん、番号上原義勝言わない。何って言わないんでしょ、うん、担当が俺たち呼ぶ時は、うん、
たまに上原。ああ番号覚えてる？番号はね、うん、一番最初の入った時が26番。覚えてるじゃない、ね。じゃあ26番そうトイレ行きますとか。こ行くのはいいんだけど、担当の台まで行かんといかんから、蓋もらわんといかんのよ。トイレの許可書。あ許可書でしょ、うん。許可もらって。この札持って行って。札があるの。そうそう。へえ。どんな札ね。なんていうか、20センチぐらいの長さで。20センチ結構長いね。うん、これに用便使用許可。ああそういうの、ね、書いてあるんだ。書いてある。すごいね。だからこういう厳しいところでさ、もう二度とここに来ないって思わない？思う？いや最初の方は、うん、わあ苦しいなと思ってたけど、2回目からもう、うん、あっちの担当さんがあ、よしかとお帰り。なんか自分の家に帰ってくるみたいだね。本土就職してさ、だって しばらくしたら お母さんただいまっていうようなもんじゃない。だって向こう行ったら、うん、もう職員はあれだ、吉川とはこっちがシャバだもんなと言うから刑務所がシャバだもんなと言うから それぐらい短期間に戻ったりしたということだよね、うんうん、だから苦しいさね。なんでまた行くんだろうね。刑務所に出所する日に迎えに行くさ私が、うんうん、でその前に面会もするわけよね、うん、もう真面目になります、嘘つきません、タバコもやめます、酒もやめますって言うさ、言う、ね、で出所日に迎えに行くわけよ、うん、迎えに行って、彼が「あ先生ありがとうございます」って言ってしばらく行ったらさ、左側にファミリーがあるよ、右側にローソンがあるさ、うん、刑務所の、まあ、1キロぐらい先にね、うんうん、ちょっとこのコンビニ寄ってくださいって、みんな言うんだよ、言うんだよ。そしたら何をするかというと、大体少しお金は持ってるじゃん、うんうん、刑務所の作業費がね、うんうん、そしたらタバコ買うんだよ、大体の人はタバコね。なんでタバコやめたんだろうかって言うんだけどね、いや急に吸いたくなりましたね。苦しさすぐ忘れてるわけよ、うん、である人はすぐ一気に、鬼殺し、うんうん、あれバーンと飲むんだよ、うん、いやこれ迎えに来たのが間違えたかなと歩いて返せばよかったなと思ったよ、うん、だから、うん、やっぱりみんな同じ気持ちなんだろうな。出たら何しよう、まず第一にこれしよう。だからね、大体出所が間近になってきたら、もうあれしようこれしよう、あのコンビニ行こうこれしよう、タバコ吸おう、いやービールでも飲もうかな、鬼殺しでも飲もうかなってなっちゃうんだろうね、うん、こういう聖書の通りよ。しかし彼らはすぐに見業を忘れ、主の悟しを待ち望まなかった。次ね、うん、彼らは荒野で激しい欲望に駆られた、うん、いや激しい欲望さね、せっかく刑務所でさ5年いてもタバコやめて酒もやめたのに、出たその日にだよ、出所したその日にね、すぐ欲望に駆られて、うん、タバコ吸うわ酒飲むわ、うんでも先生が迎えに来た時は、うん、高子先生と迎えに来た時は寄ったさ、寄ったけど、あの時おにぎり食べたんだよね確か。開け方わからん開け方がわからんってぐじゃぐじゃなってたまあ二人で行ったから、うん、酒もタバコもね、すまなかったはずよ、おにぎりで我慢したんじゃない、うん、だったと思うよね。はい、ということであります。今日もまた盗みについての話なんで人のものを盗むのか、懲りないのか、うん、まあ昔映画あったよね、懲りない面々、うん、
ということでね、はい、話をしていきます。じゃあ、はい、ちょっと曲かけようか。書きます。はい、はい。仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。
0 9 8 8 4 7 8 2、沖縄ベタニアチャーチ。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。はい、一二三、はい、新親子はイエス様。はい、私たちはクリスチャンです。私たちの親分はイエス様であります。アメン。ということで、はい、リュウちゃんとヨシボーと私とで、ヨシボーの物語を今作ってるわけだけどね、聞いているわけよ。でラジオ級の皆さんにね、うん、こういう人にならんようにって、うんね、なってもいいけど、うん、教会につながったらいい、でもつながらなければどうしようもなくなるね、うん、ということになっちゃうということで番組を持ってるわけよね、うん、で私たちはクリスチャンでありながら NPO 法人プロミスキーパーズのスタッフとして働いています、はい、NPO 法人プロミスキーパーズは、家をなくした方々や定期場がない方々、つまりホームレスの生活をしざるを得なかった方々の支援をしています。ただの支援ではありません、施設を宿を提供し、さまざまな行政の手続き等々、また、病院への検診等々、うん、診察に付き添いながら活動をしているところであります。その中で、沖縄刑務所で有名な元受刑者上原義勝こと義坊が、まあ、この番組の最近のメインになっているわけでありますスターでありましてね、まあ、多くの方々にね、刑務所の悲惨さ、そして、犯罪の恐ろしさ、そういうことをね、聞かせてそういう道に入らないように、うん、ということを願ってこの番組をしているわけであります、うんうん、私は情状証人としてね、よく法廷に立ってきたんですけれども、一番感じたことはこの法廷ってあるでしょ、うん、犯罪を犯して裁かれるところね、うん、そこの見学をね、中学生からさせたいなってつくづく思ったね。こうというのは、法廷にこう入廷すると、まあ、一番最後に出てくるのは裁判官ですよね、うん、弁護士がいて、検事がいて、一般の傍聴人がいて、その中に、受刑者が出てくるわけですよ、うん、まあ、手錠をはめられて、腰紐をつけられて、両方に刑務官がいてね、刑務官というのかな、まあ、警察官がいてね、そして席に着きます。ああいう姿をね、見てもらいたいんだね。犯罪を犯すとああなるんだよ、うん、ということでね。でそれから、まあ、裁判がね始まりますし、裁判官が、裁判長が、まあ、被告人の氏名住所を言って間違いないかって聞くわけやね、うん、で間違いありませんって言うでしょ、そういうねところ、また、あるいは、検事が罪状を発表するじゃん、こう盗みましたとかね、で、そして弁護士がまた、カバーしていくというね、そういうところをね、中学生の時から見たら、あ、犯罪を犯したらああいう目に遭うんだなっていうふうになるじゃん、うん、まあ、見て体験するじゃん、うん、そうすると犯罪率減ると思うんだけどな、けどどうなのかね、流され変わらんかね、うん、それを出たとしても、うん、やっぱね、全員が全員その見るわけではないから、うん、やっぱり流されちゃう人もいるんじゃないかなって思うよね、若いから。まだ多分その犯罪についての理解とかが多分でき
てないっていうのが多いから、うん、今も若者が普通に人をね殺めたりとか、うん、だからさ、うん、結局犯罪を犯すと、うん、まあ警察に逮捕されるじゃん、うん、そして留置場入るじゃん、うん、まあ留置場から取り調べがあったりこうこうして、うん、まあ次拘置所に移されるじゃん、うん、やっぱ苦しいよねやっぱりね、うん、けど子供はどうなんだろうね、うん、子供は拘置所だから子供の時からそれを見せておくというわけです。あ、うん、そのまああの犯罪者の哀れな姿さ、うん、出て手錠かけられて、うん、腰ひもでさ、うん、あれを見てあであこういうこと悪いことしたらこうなるんだって思わんかなって思う、うん、まあけど思う子もいるんだろうけど、うん、やっぱりそれを逆にかっこいいじゃないけどそういうふうに捉える子も全員が全員ほらやっぱりねそういう気持ちでいるかって言ったら絶対多分そうはならないんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、人はね様々だから全員がそうなるとは期待はしないけど、うん、ある程度犯罪防止、うん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 、まあ確かにそれにはなるかもしれない、ね、役立つんじゃないかねって思うんだけど、うん、いやなるかもしれんけど本人、うん、まあ俺が言うのもあれだけど本人努力本人次第、うん、まあ、うん、それもそうだけど、うん、ところでなんで何回も平気で行くの？そここれ言われたら返す言葉がないんだよ、ね、まあ、まあ、そうだよね、うん、だからこの聖書にある通りさ欲望が先になると思うんだよ、うん、本当は仕事をしてちゃんと働いて稼いだ分で満足するわけだけど普通の人は、うん、だけど働くのが難儀だからとか嫌だとかそういうふうになるともう盗むという欲望にしか向かないんじゃない？うん、それはあるけど俺がこの沖縄刑務所で一緒だった無銭飲食の常連がいたわけ。あ、無銭飲食のね常連、うん、でその人に聞いたわけ、うん、も俺も悪いことしてるけどさ、うん、なんで無銭飲食をするのと言ったら、うん、あの刑務所から出るさ所有権もらって、うん、で働き口もないから、うん、で一応立ちんぼ行って探すのを探すって、うんうん、まあ種類であったよね、うん、だけど今はないから、うん、だからどうしようもう年この人いくつだったかの年だったからな、うん、だから雇うところもなくて、うん、で悪いことを思いながら悪いと思いながらまた無銭飲食をするの。まあ、そりゃそうだろうね、うん、それは少し分かりはするけど、うん、でも刑務所の中が苦しいじゃん。苦しくないのかな。自由がないし、うんね、うん、自由はないけど、うん、まあ、自分の自由時間は少しはあるけど、うん、本読んだり。刑務所の中でいじめなんかもあるんでしょう。だっていじめはすごいぞね、うん、俺もいじめられたけど、うん、それがチクチクいじめるんだよな。あ、そうな。いじめたことはない？いじめたことはないな。よし坊の顔見たらさ、うん、犯罪しそうな顔じゃないけどね、うん、いやちょっとカメラでアップしてみる。いや、いい、いい。いらん。優しい顔はしてるよね。でね、はい、ということで皆さんね、まあ、私たちの活動はこういうふうに、まあ、行き場がない人の皆さんを受け入れてですね、うん、まあ、自立支援までは行かないけど、うん、まあ、自立支援までたどり着く人も言わするけどね、うんうん、大概はもう私たちの施設で大体が
8割7割ぐらい生活保護だよね、うん、生活保護という本当にいい制度だと思うんだけど、うん、それがあってそれで生活していけるから、うん、まあ再犯はしないと、うん、いうことにはなっていると思うね、うん、だからこの制度を利用してね、まあ、盗みという犯罪をしないでほしいなと思うんだけれども、うん、吉坊は生活保護じゃないよね、うん、偉いよね、うん、そういうんだよ。もう80になるんじゃない、先生言い過ぎ言い過ぎか65なっても生活保護を受けないでちゃんと働いてやってるもんな、うんうん、その辺はやっぱりまあ何回か行った経験が生きて、そして今は人のものを盗む人から守る人になったんだよね、まあま、守ってるのか俺が守られてるのか分からんけど、だって一応警備だもんね、うんうんうん、警備を担当してるわけだから、まあ、それは偉いと思うよ。おごにお店だな、夜回らんといかんから、たまにほらお店の前で酔っ払いが倒れてる時もあるから、うん、うちの人かな、ああでも今さ、あのりゅうちゃん10年前20年前の、うん、の元ホームレスと言われてる方々の、うん、まあ方々と今の方々全然違わない。まあ俺はだからもうまあ、こっちに来て、うん、もう今年で10年でしょ、うん、でやっぱり来た当初はもうね、毎日のように本当に警察も来て救急車も来てっていうのも多かったけど、だんだんと確かにそういうのはなくなってきてるよね。だからこれは何が原因なのかなっていうのはちょっとわからないけど、で、うん、前はもう喧嘩はある、酒は飲むわ、人のものは盗むわ、うんね、そういう人たちが多かったよね。多かった、うん、まあ、ある面では大変な時ではあったね、うん、大変ではあった。だから本当に俺その時に職員やってなくてよかったなと思う、うん、本当にそうだよね、うん、あの時人数が多かった、まあ、うん、人数も多かったけど、うん、あの若い人たちも多かったしね、多かった、うん、今はまたあのだんだんあの生活保護が受けやすくなっているのも事実でしょ、うん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 、でだから再犯も少なくはなってないかな、生活保護を受けやすいんだから。うーん、だけどやっぱりね、保護もらっててもやる人はやっちゃうから、うん、どうしても、まあ、まあやるね、うん、どうしてもね、一種の病気という人たちいるもんね、うんうん、もう盗むのが癖になりましたっていうね、うん、まあ、癖に、そうそう、うん、先ほどの無銭飲食が当たり前という人がいるし、うん、盗むのが当たり前という人がいるしね、うん、まあ一種の病気だよね、もう心の病気だと思う、うんうん、まあそれで吉坊にちょっと聞きたいんだけど、うん、あのだいたい盗んで、まあ盗みに入った家っていうのを覚えてるでしょ、もう忘れた、いや、もうほら俺たちがやった時と今の地形をあの家がもう作り直されてるか、これ家の周りに違う、大体那覇市内だったの、どこだった、那覇市内、那覇市内でしょ、うん、那覇市内のどこどこの家っていうのを覚えてる、盗みに入った家よ、覚えてないもん、あまり覚えてないな、覚えてないな、うん、やっぱ80になってない、80じゃないと言ってる、ね、まあ、名前、この家の名前を覚えてる、もう一軒も覚えてない、そんなの気にしないから、いやいや、あの気にするしない別としてさもうだって50軒ぐらいは延べであるんじゃないの、バレてないのも含めて、うん、ない、まあ、何軒ぐらい忍び込んでるの、うん、
もう100件以上ある、ね、100件以上ある、そんなにあるんだ、うん、もうあの刑事がもう言うなと言うから、うん、あ刑事も疲れるよね、もう調書を取るのにもだから被害額が大きい、あ大きいものだけもう白状しなさいという感じだ、うん、そうそう、もうあと言うなお願いだからなんていうの、ほぼ毎日盗みに入るの、ほぼ毎日、まあ偵察視察はするはずだけど、うんうん、調べはするはずだけど、ほぼ毎日はいかないな、毎日はいかないよな、うん、やっぱりある程度入るとこれがなくなるまで、いや持ってるよやっぱり、ある程度お金いつも持ってるの、持ってる持ってる、で寝泊まりはどこでやってるの、マスコ公園じゃないでしょ、公園ではない、あの500円の会員ホテルに、会員ホテル、あそういうところに泊まり込んでいたんだ、はい、あとカプセルホテル、あさとにある、あさとにあったね、うんうん、あそういうところにちゃんと泊まっていたんだ、うんうん、泊まらんと、公園で寝たことはないの、公園は最初の時はね、うん、お金がある時はもうカプセルホテルか、うん、前今の那覇署の この辺にあった代々木公園の近くに500円とか、うん、ドミトリみたいなもん、ああそういうのがあったよね、うん、あったね、うん、そうなんだ、うん、しゃべっていて何しゃべれと言ってもな、でも今電話がかかってきたまあそういうことでね、うん、はい、何か一曲かけるの、もういいの、かけなくていいの、どうしようかな、かけてもいいし、うん、じゃあもう一回かけようか、もう一回かけます、はい、get our praise on, cause the spirit's flowing up in here, woo, it's all good, cause what we're about to do, we doing it in the name of Jesus, hallelujah Lord. So free, yeah. Ah, don't you worship your son, be through your. I don't know if they keep me, she, not in the air. You'll be me, go, chica, I'm you, it's a.Tony.
キリスト教の本なら何でも見つかる。キリスト教専門店ライフセンタービブロス堂。新書中古本はもちろん、ライブイベントスペースやカフェも完備した人と人をつなぐ書店です。那覇市あけぼの 3-6-24 ライフセンタービブロス堂。那覇市あけぼのにある新しいキリスト教書店ライフセンタービブロス堂では、人に送りたくなるものをコンセプトに、世界中から集めたクリスチャングッズを取り扱っています。雑貨を作る職人の方々も大歓迎。ライフセンタービブロス堂。はい、一年の三、はい、新親分はイエス様。はい、私たちはみんなクリスチャンであります。そして大親分はイエス様に変わりましたという人たちなんですね、うん、アーメン、アーメン、アーメン。はい、で、沖縄刑務所で大泥棒と言われていた上原義坊がメインゲストであります。メインゲストじゃないね、うん、メインパーソナリティであります。なぜ彼を出演させているかと言いますと、無駄な人生を送ってほしくない、犯罪をしてね、この大切な人生をね、損してほしくないからですよね。で、人に迷惑をかけないようなね、人生を送ってほしいからであります。吉坊は、合計の刑務所年数って20何年だっけ25年ね、25年も刑務所で過ごしました。前科8班の泥棒でありましたということだよね、うん、で、家に入り込んで、許可なく入り込んで、まあ、100件ぐらいも入って、そして勝手にお腹空いたらその人の冷蔵庫を開けて食べた人間であります、ね、でも今から14年前か、正確に14年になるか、今度6月で15年か、15年、はい、うんうん、もう出生しまして15年に近くになりますけれども、それから一度も犯罪は犯してない、そして真面目に生きている方であります。まあ犯してないかどうかわからないからね、ただ捕まらないかもしれない、捕まらなかったかもしれんけど、ということで、だけど今私たちの施設の警備の係をしていますから、犯してはないんでしょうと信じています。アーメン。それで、刑務所で一番苦しかったことはどんなこと？自由かな。何自由？自由。自由、うん。自由がないのが一番苦しかった。一番苦しいな。あ、そうだろうね。外に出られないんだもんだってね。うん、もう鉄格子の中なんでしょ。うん、もう365日。だよね。うん、まあ動物と変わらんもんな。うん、これがさ、もう。車房から、うん、工場、うん、工場行くのにも沖縄はいいんだけど、うん、熊本刑務所は熊本とか、あの仙台、宮城県、仙台刑務所ね、一番寒かったのはやっぱ熊本だな。え、熊本寒かったの？盆地だから。あ、盆地だから、うんうん、その自分の部屋、房から作業場に行く、それ検診所、うん、それも寒かった。寒かったの。ここで裸ならんといかんから、検診しに。あ、検診するために、うん、何か隠してはないかなとか、うん、ね。あのね、平成16年、うん、平成16年に買い、あのあれ、監獄が変わって、法律が変わったんだ、うん、変わって、それまでは裸、うん、丸裸、へえ、検診所の中、今は、今はパンツ一本。あ、パンツ一本。果たして変わるんだいや、変わるよ。変わる。あ、やっぱ変わる。丸裸なのに、うん、それでも行く人いるんでしょ。またいる。見たい。一番楽しいというのはどんな時だ。楽しいのもあるでしょう、やっぱりその中では。運動時間。
運動時間、運動時間というのは1日何時間ぐらい？30分。30分、うん、ただの30分、ただの30分、うん、あの坊内から出れるんだ、運動場に工場からね、うん、その時はみんないるの？自由、もう自由に誰とでも話できるの？ソフトボール、うん、あ、いろいろな遊びしながら、遊びがあるから、でもたった30分ね、うん、あとはあれ、あのソフトボール工場対抗運動会、あ、運動会があったね、うん、運動会って楽しいのやっぱり、まあ、あれ、あの一年のあの大行事よね、うっぽんばらしだ、あ、うっぽんばらしというと、あの棒倒しとかなんとか、棒倒しはない、棒倒しはない、棒倒しだったら喧嘩なのそうなんだ、あのなんか走り競争のリレーなんかもあるの？あの1500から始まって800リレー、うん、一番最後は800リレー、あと綱引き、あの綱引きもあるんだ、あれも来るから、一般の人たちも来るから、一般の人たちも招待されるの？招待されてくるから、一度も行ったことないな、長い付き合いだけどそうなんだ、うんうん、何かに出た運動会で？ほとんど足が速いから。あ、そうなんだ。そう、1500、7周半、であと最後は800リレー、やっぱり大泥棒は足が速いんだ、うん、逃げるのが早かったのか、はい、忍び込むのも早かったのか、うん、ね、だからほら運動会の時はごちそうだから、うん、あのこの外から来る家族なんかが来るんでしょ？家族は来る。刑務所の場合は家族は無理。あ、家族は無理なの、うん、誰が来るの？このここの市町村のお偉い方とか、あと婦人会、うん、青年会。ああ、そうなんだ、うん、家族とか友人知人は来れないの？いや、来れない。それまあ、少年院は家族だよね、入れるけど、家族、うん、あとはあの職員の家族が、うん、うん、そうなんだ、よしも早かったんだ、足が。誰か泥棒になったんだな1500でも早かったで、うん、今あれでしょ、今一般で、でも一般で1500メートルというと大体2分30秒ぐらいじゃね、そのぐらいだ。800メートル、うん、そうだよな。俺が4分3分かな。とにかく早かったんだ、うん、1500メートル、そこ何分かな、忘れた、うん、そうなんだ、うん、運動会は楽しかったんだ、じゃあ、うんうん、吉勝が得意としていた走りがメインだからな。そう、うんまあ、刑務所で楽しいのは運動会だそうです、皆さん。あと慰問？あ、慰問ね。うん、慰問、あのスターさんたちが来るんだよね。世間で活躍している方々が。一番喜んだ慰問の方って誰？うん、吉坊が一番。あれ、中田幸子。あ、中田幸子。一個、芝居するの？芝居。あ、じゃ あと楽しいわね。あ、うん、あれはデイゴザ。あ、デイゴザ、あの芝居師たちが来てるんだ、うん、あの一人で歌いに来るというのはほとんどいないの？ほとんどいないの。あと乙女つばき。乙女つばき、うん、みんな沖縄の人だ。みんな沖縄の人。熊本刑務所では誰が来てる、うん、だから北島三郎とか。北島三郎も来た。五木ひろし。五木ひろしの、すごいな。から五代夏子、坂本冬美。ほとんど演歌中心の方々が。あとはあれ、あいつらが来てた。若いやつ、忘れた、名前忘れた。サインもしてくれるの？サインしてくれるわけないだろ。握手するとか。やりません。あ、そうね。うん熊本刑務所なんか
2500名もいるのに、これもなんでサービスしてあげればいいのに、もう二度と盗んではダメですよとか、そういうのさあとか言って北島三郎とかないったら、これ大事にして、そうだな、もうこういう犯罪やめようって、飾ってるちゃんと教会堂に何を飾ってるの？ん、あの、サイン、あ、サインはもらえるんだ、あと先生あれが久保田咲、あ、久保田咲、異邦人の、ね、そうなんだ、じゃあね、あの杉良太郎、杉良太郎、あれ今全国の刑務所回ってるぞ、みんな偉いね、こういうの励ましに来るんだ、またここで会いましょうという人いないだろうね、言ってたなあれが、あれが言ってたな、誰が、誰やったっけ、あれ、あの三田明が三田明がまあ、ということでね、はい、吉坊の刑務所人生を語ってもらいました、はい、次もまた同じようにどういう人生だったのかということをね、詳しくお話ししたいと思います、来週は自分のハプニングだな、あ、ハプニングね、ハプニング人生を語ってもらいます。でも皆さんね、ぜひ刑務所には行かないようにしましょう、はい、もしまたね、身内あるいは知り合いで刑務所行ったり来たりしている方がいましたら、相談にも乗りますのでね、どうぞ、ピオ法人プロミスキーパーズまで連絡ください、はい、元大泥棒もいますのでね、はい、どうしたら改心できるかということも教えられると思いますね、よしぼ、もう教えるとか教えるけど、あれもあんまりけど真似する人がいないかなと思うけど逆にな、逆に、ダメよ刑務所は厳しいところよ、だから、ね、あとはまあ防犯対策も教えてあげたら、あ、ね、そうだね、はい、ということでありまして、はい、そろそろお別れの時間なのかな、はい、そうですね、まだちょっと時間はあるけど、あるけど、よしぼ、若い人たちに何か言いたいことない？今の若い人たちに言ってもないや、刑務所人生って損したと思わない、まあ俺は思う、思うでしょ、やっぱね、そういうところに行かないように、やっぱ真面目に生きてほしいじゃん、真面目に生きるということは何も辛いことではないさ、多くの人々が真面目に生きてるんだからね、真面目に生ききれない人が少ないんだから、アドバイスね、アドバイスってないの、刑務所に行かないことだなストレートかよ、今は刑務所に行かないためにどうすればいいかって、これしか思い出せないから、またこっち来るまで考えとく、俺もああやらなければ刑務所行かなかったんだなっていうね、吉坊の場合は結婚もしてないさ、結婚もしてないけど同棲はしてたよ、同棲はしてたね、あの刑務所から帰ってきたら、アパートから荷物全部出されてた大家さんが預かってたね、こんな悲劇も味わうわけよね、悲しいことも味わうわけよ、はい、皆さん気をつけましょう、はい、アメン、はい、では皆さんさようなら、ラジオ聞いてくださり感謝します、はい、またまたお会いしましょう、はい、さあ来週、はい、さようなら、さようなら。